ファイル選手一回抜かれたんですけど、その後のリカバリーが素晴らしかったですね。はい、この位置から決めていきました。ジョーダン・テイラー、こういった気をつけなきゃいけないんですよね。もう群馬は特にキーナー選手のインバウンドの時、これ多いんですよね。群馬のスピード感についていけた田中大輝が一人で行きました。あ、これチェンバー選手2つですね。はい、バスケットカウント、トレイ・ジョーンズが中に切り込んで、その野本、ここはリバウンド、キーナーが強いです。交代した五十嵐は左コーナーにいます。トレイ・ジョーンズからキーナー、この位置から連続スリーポイント、ティーラー、そして外田中、中のカーク、マッチアップはキーナンです。しかしここは、はい、素晴らしいですね。どう攻めていくか、ロシターから田中大輝、スクリーンを仕掛ける田中大輝が少し空いた、中空いたところ、そのままフィニッシュしましたね。そして壁からカーク、ジャック・バランスキーがこの位置からロングツー沈めていきました。さあフルコートでプレッシャーをかけます小島、対する赤貝、パーカーからジョーンズも見事残す。やっぱりタイムアウト後これでしたね、もうでボールを出したいところ。さあバルビンです、残り5秒、ショットクロックは3秒、この位置から五十嵐、決めていきました。五十嵐系のディープスリー、まあ、今のはプレーは壊れてましたけどね、はいはい。さあボールはジャスティン・キーナン、そしてチェンバースのワンスリーポイント。さあ一転して速攻群馬、この流れの速いオフェンス群馬、しかしここはボール、逆にターンオーバーになった。さあそして1対1、ライアン・ロシター対葛西、ここはダンクシュート、トレイ・ジョーンズマッチアップ、山崎、ミスから切り裂いて、早い、ワンオンワン、個人技が冴えます。ジョーンズからバルビン、そして B リーグ通算1000得点の山崎ですが、ここはターンオーバー、再びジョーダン・テイラー、今度アルバルクの番ですね。さあジョーダン・テイラーからパークへ、再びテイラー、この位置からのスリーポイント、沈めていきました。今度はやっぱアンダーいったんで打ちますよね。ここもバルビンの長身、バルビンはここからパス、ジョーンズのシュートを決めていきました。これはトップ田中、ライアン・ロッシャーのスクリーン、コントロール、ライアン・ロシタ、決めていきました、2ポイント、ね、そしてサイズへ、ゴール下の力持ち、ここはタイムアウト群馬です。さあ五十嵐からキーナン、外から中に切り込み、外、山崎がフリーで3ポイント、決めていきました。さあ4秒の時間が徐々に0秒に近づいて、今タイムアップ、試合終了です。